おはようございます皆さん。今日はね、豚ロース味噌味付けをねちょっと焼いていこうと思います。またいつもの通りね、300円台の、まあ350円でほぼほぼ税込み380円ぐらいですけどね、焼いていこうと思います。油はねちょっとさっきまでちょっと調理してたんで、ある程度敷かれてると思うんで、いきます。味噌でね最初から味付いてるんで、だいぶそのタレどうしようとか味付けどうしようとか結構悩まなくていいかなと思うんですけど、ただちょっとね足してみたいと思います。音信不通になった友人がくれた唐辛子調味料ちょっとかけていきたいと思います。まあ、軽くね、ちょっちょっちょっ、やっぱこれもね豚肉なんで安くて美味しくて満足できる、まあぼっちですけど。お願いします。まあもともと一味ちょっとついてるんですけど、まあちょっと辛くしてみようかなと思って足してみました。出ましたね、このホットプレート独特の。またいつも通り大量通りにしたんで温度が下がってますね。豚ロースはなんかイメージ的にはちょっと標準的な肉っていうか、その食べ放題に行くとよくあって、よくまあとりあえず通るみたいな。ただ味噌っての味付けはそんなに手間かかるっていうか、そんなにしないですね普段は。
温度が上がってくるっていうこのホットプレート独特のムーブが、まあ今のところ結構安い肉ばっかりですけど、牛とかね、ちょっと名前がある牛肉とかもこれから食べていきたいなと思うんですけど、まあホットプレートや焼いてる肉やで、まあ多少はさせられてるような気はしますけど、もう一回だけひっくり返しそうかな。じゃあ早速食べてみましょう。こっちの方がいい。いただきます。味噌味いただきます。うまい。あんまり味噌でこういう焼肉の仕方ってやんないんで、味がついてるだけですごい、その新しい、普段してない分だけちょっと斬新な感じと、でちょっと辛み足してるんで自分好みに合ってて美味しいです。うまいっすね、脂肪分と赤身の部分のちょっとバランスがいい。ちょっとパックにあるのだけ全部焼いちゃおうかな。そうですね、よくよく考えたら味噌味の焼肉なんてあんまりしないっすね。でこんなホットプレートで、お店でもタレ、普通のスタンダードのタレとか塩だれで、味噌ってあんまりないかもしれないっすね。これでパック全部ですね。もうちょっと食べようかな。やっぱうまっ。
それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。最後まで見てくれた方ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録とかしてもらえると助かります。それでは失礼します。ありがとうございました。